みなさん、こんばんは。はい、リニューアル第1回、第33回、モーティブです。スタートです。いや、見た目もだいぶ変わりました。そうだよね。ということで、改めてご挨拶からですか。はい。はい、はい、ということで、ラウンド4です。よろしくお願いします。はい。ラウンド4、ザニーです。よろしくお願いします。はい、ラウンド4、ザニーです。結構、はい、あんま変わってないかな。いや結構こんなんとかなかったなんすかこれ私有大じゃない、はい、ということで今回から変えていってますけども、はい、いろいろとまあ最初から手こずっておりまして、まあ、10時から始めるって言ったものが15分から始まってしまったりとか、はいはい、ないな、はい、こんばんは、こんばんは、でマイクの音量調整とかもちょっと初なんでうまくいってない部分たくさんあると思うんですよ、はい、で何かあったら教えていただければ、うん、また坂本 D が対応してくれるかもしれない。あ、スーパーさんこんばんは。いや今回あのコメントがすぐ読めるんで、ね、はい、コメントしてくれるんで、うん、なんかあれば対応がちょっと早くできるんじゃないかなって、はい、ジャニー死ねみたいなコメントおおっおっで匿名で全然大丈夫ですね、はいはい、匿名で余計流し目がいいちょっと頑張っていって、ね、はい、まあ、移動するって決めたからには頑張っていこうかなと、はい、思うんですけども、はいはい、前回告知した通りいろいろ変わってます。でまず2週間に1回になったと、はいはい、で進め方が変わったりとかで軸になる英字詞が今回はなかったりとかないわけではないんですよね。ないかもしれないないというか話題はあるけども大会自体はまだ動きがないという状態で、はい、ただチームとかの紹介とかあと出せる情報に関しては今まで通り出していきたいと思います、はい、で、流れに関して何が変わったかというと2週間に1回になってこれがですね、毎回の放送じゃあ BGC が進まない状態で何をやっていくのかという状況なんですけども、この今まで 40way 出てた2人がですねまた軸になって回すのは今までと一緒です、はい、ただ、毎週交代制というか絶対にこの2人が出るわけではなくてどっちかが出ていきます、はい、でそのどっちかが軸になって、話したいメンバー、まあ、ラウンドボールスタッフだったりがメインかなと、まあとは選手が遊びに来てくれる、はい、証拠とかと話したいテーマあと、まあ、企画ものもあるかもしれないその辺バレンタインしようねその辺もですね、その軸になる1人を決めてその回を構成していくという。なので今まであの AGC やってたからにはヘイローにこだわりを持ってやってたんですけども今回からもうちょっと枠を広げて、まあ、いろんな話ができるかなということで、はい、今回紹介からですねちょっと一気に変わってます。ガラッとガラッとこれがちょっとうまくいくかどうかわかんないですけどもまあ話で楽しんでいただければわかんない、はい、楽しんでいければはい、はい、ということで、はい、まあ、今回はゲームに関することはあまり出ないかもしれないですけども今後また出るかもしれないです、まあ、その都度楽しんでいただければなと思いますので皆さん引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでまず最初なんですけども、はい、今回の、はい、軸になる主役でもないですけどね、まあ、何になるメインです。なんでよろしくお願いします。ダニ君は話したいことを話したい人とまず30分話してみるというので、ね、はい、これでみんなが楽しければ、はい、よかったかなという回になりますので、はい、第2回しかないからね、頼むよということで、はい、ですね、話すメンバーちょっとここで変わります。自分はちょっと最初に挨拶だけだったので、はいはい、誰ですか。やっぱり、はい、あの誰でも声が早速上がりましたけど誰でもいいと言われたらやっぱり心機一転いつもユーザーさんばっかりっていうのもあれなんで、ちょっと違う人にしてみようかなと思いまして、まず一人はカリカリくん、はい、おお。ということで乾杯します。いや、カリカリくん、よろしくお願いします。はい。お、カメラがずれてる。早速の。大丈夫かな？カリカリくん。現役のダンサーでございます。はい、よろしくお願いします。初めて間もないですから、まだまあ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 初めて人全員が奇数ダンサーになっちゃいます。なるほど、まだはいあ、そうですね、 AGC の大会の時に、はい、あのオフィシャル、まあ知ってる方は知ってる、まあ、知る人ぞ知る人ぞ知るカリカリ君になります。はい、はい、自己紹介すると自分から、はい、ではちょっとラウンド4のまあ
タッフやってカリカリイケンと申します。やったやった、めっちゃ自分をつけちゃう。いやーガッチン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 ですね。レアキャラあのね、そうですね、これあと何回出るかわかんないですね。来るときにあの一緒に同じにね車で来たんですけども、その時はテンション高く行こうねって言ったらイエーイみたいなノリだったのにガチガチの、そうですね、今口から心臓のレースの中に行ってますね。やばいですね。まあ緊張するよね。これはもうね第1回の放送とかね半端じゃなかったね。あ、もう出ないように口を押さえたら最後までよろしくお願いします。で、ちょっと2人だとちょっとあの心細かったので、もう1人ゆうらさんでお願いします。変わってないという、変わらないです、このまま、この安心感。とりあえず最初の前半30分は、はい、僕も出ます。そうですね、よろしくお願いします。はい、まあ、あのコメントでもバレンタイン仕様だって書いてくれてる人いるんですけども、そう、あのまあ、気づいた方も多いと思いますけども、そうなんです、何言ってるんですかね。あの前の方にチョコ買ってきたんですよ。これもらったやつじゃないです、自分で買ってきたんです。自分で出すためにこれちょっと先ほどあの向かいのコンビニで買ってまいりました。で、まず第1弾、はい、何をしようかなと思ったんですけども、バレンタイン正直な話、はい、何個ずつもらいました。カリカリ君はバレンタインですか。バレンタインはチョコ1つだけ、1つだけもらいました。お、貴重な1つ、それは誰から。母上からもらいました。家族愛、家族愛。でも、もらえないんですか。まあ、まあ、出ないですよ、もう。で、ゆうなさん、電卓あります。ざっとでいいですよ。ざっとでいい。ざっと計算で。4つ。電卓。電卓必要ない。電卓全然必要ない。全然必要ないですね。いらなかった。いらなかったですね。4つ。あれですね。もちろん1人から4個必要です。いや、お母さんから4つ。それは大変ですね。まあ4と1と。はい。はい。ね。あの僕2個でございます。お、誰から。なぎさんとピラキから。まさかの身内チリチョコでございます。ということで、でもカリカリ君よりもらってる。そうですよ。そうですね。ということでですよ、来年今年も終わりましたから、昨日でバレンタイン。そうですね。はい、お情けです。はい、だからいい、今日、あの、ね、今年はお情けだから。来年は違うぞ。来年は、来年、はい、バレンタインのチョコを、まあ、今年2個、うん、まあ、来年20個も来るのに10倍、はい、じゃあ何をすれば、やるのこれ、やるやる、そういう、そういう簡単なことはダメだって。簡単じゃないじゃん。簡単じゃないから。回答が違う。回答が簡単ってことですよ。回答ね。はいはい。じゃなくて、あれじゃないですか。例えばお相撲さんとかでも、例えばですけど、女子アナと結婚したりするじゃないですか。それが全てじゃない。じゃあどう変われば来年20個もらえるのか。はいはい。はい。ということで、来年に向けて、ダニー改造計画。いらないし、うんうんだね。これからの説明に入っていこうとするとき、何が、うんうん、それがないし、今回のダニーの。そうです、そうです。あ、そうですか。そうです。いや、どうでもよくない計画ですね。なので、あの、今回はちょっとあの、気合い入れて、色鉛筆も買ってきましたから、これ、ほら。なんで色鉛筆。で、ちょっとこれまず、一人改造に必要です。まず渡しておきます。ちょっと見せたら、渡しておきます。で、あのスケッチブック買ってきましたので、あの頭の先からつま先まで全身で、はい、コーディネートしていきます。絵で描いて、いや、これも、はい、ダニーだけ描こうよ。えダニーだけ。いやいや、みんなで描いてきて。いやいいよいいよ、ダニーだけ描いて。なんと嫌がるんすか。いやいいよ、せっかくほら色鉛筆もみんな見せる。違うよこれ。今回あれですよ、あのこれに合わせて買ってきたんだね。なんか違うよこれ流れ。いや一緒ですよ、一緒ですよ。ほらいいですか。はい、はい、あら
そう、来ました、来ました。あ、本当ですか？美術の成績悪かったですね。あらららら。わかりました。じゃあ、なんか D からの指令なんで、うん、僕だけ書いていきましょう、じゃあ。あの、A すごくうまいんで、自信あるんですけど。で、イメージだけ髪長くとか伝えられてもあのちょっと分かりづらいので、はいはい、せっかくこんだけゲームソフトあるんで、ちょっとザンとザザンとこのゲームのソフトを抜いてみましょう。で、まあ、いろいろこうあるんですけども結構今ランダムに選んだ感じで、いろいろとこう、はい、こうあります、あるわけですけども、この中からちょっと髪型これにしようと、そうこれの方がいいんじゃないかっていうのを相談して、最終的に来年の僕のこう、なんていうか、髪型だったり服装だったりもトータル全てを、はいはい、描いていこうかなと。未開封もありますね、これ。そうですね。ほぼ未開封ですね。綺麗に保存されますけども。まあちょっと芸術的に描いてくるんですけど、顔の十字なんかね、はい、入れてみて、はい、カメラ見えますかね、こっちカメラ変わりますけどね、はい、こんな感じで切り替わり見えてるのか、あ、見えてる、はい、はい、やっていきたいと思います。輪郭も描こうかな、こんな感じかな、よし、さらっと、さすがだね、さらっといきますよ、うん、はい、ということで早速行ってみましょう。まず髪型からちょっとみんなで、あ、乗り気じゃないかもしれないですけど、まあ、来年の僕のあのバレンタインのためにちょっと力を貸します、アドバイス。わかりました。ちょっと髪型からちょっと選んでいい？どういうのがいいか、やっぱりちょっと爽やかな方がいい。髪型は大事ですよね。いや、髪型一番って言っていいもんね。ゲームパッケージのキャラクターの髪型を選ぶんですね。そうですね、まあ、それを参考に、例えばそれをもうちょっと短めとかっていう、あの注文も僕のこの絵のじゃまさからいくつできるんですけど、とりあえずゆかりくんから選んでます。そうですね、あーでもやっぱり男だったらちょっとワイルドさが結構必要だと思うんですよ、はい、それで、でもカメラ変わりました。それで僕が選んだのでパークライン3のユーバーズゲージでしょ、これあれ、見ますかね、これモヒカンでちょっと行って、あれカリカリ君、これ、あれだよね、選んだのって、後ろにぶら下がってる、あ、そうですね、髪型見えないっすよ、これ手で、見えない、ちょっと見せない全然見えないじゃないですか、これ、いや、見えないっすよ、これちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これカメラとか切り替えられます、わかんない、カメラでもわかんない、これわかんないですよ、わかんないぐらいね、わかりづらい、すごい奥にダメダメダメ、ピーピーダメですよ、あと12分しかない、12分で終わらせないですよ、結構ワイルドいけないの、だから僕はね、はい、どうしようかな、この辺行こうかな、これじゃあの後ろの後ろだけでモビルスーツって書いてるんですけど、やっぱダメダメ、これ髪ガタとかないですよ、髪ガタとかないですよ、ガタガタみたいな、オペレーションドラマ、真面目に真面目に、ほんとガチでガチで今僕ガンプラ作ってて、いやだから完全にガンプラ関係ないです、もうガチでガチで、本当にちゃんと20個もらうんですよ、ちゃんとね、ちゃんとね、爽やか系がいい、爽やか系、そうですね、なんかあんまりチャラチャラしてると印象良くないと思う、爽やかな方がこちら、どん、出るかな、カメラが撮れましたね、これですね、まあまあ、まあ、ちょっと見ていいですか、今までの中では一番かな、単発 OK、 これでいきましょう。じゃあちょっとあの描いてる間に次服ちょっと見ててください、服ですか、はい、ファッションか、ファッションはファッションはね、どうしようかな、何色がいいの、青とかでもいい、
ますか。もう全然いいです。赤の方がいい。いや、青でも赤でも、じゃあカリカリ君からも。いやでもこんだけあの髪を爽やかにしてしまったら、うん、これでやっぱり なんていうかこう B 系とかは変ですから、うん、はい、そうですね。これでしたら、まあ、服装はそうですね、こんなんでいいんじゃないですかね。ちょっとカメラ変わりますね。カメラが切り替わらない。カメラがありますかね。全然切り替わらないぞ。まあ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 、初めてですか、これは。大丈夫ですね。やっていきましょう。いいですか、僕はこの服装がいいんじゃないですか。極でしょ。いや、もう力が湧いてきそうな服装してますけど、なんかもいや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 、いいんじゃないですかね、これカメハメハ打てるんで。多分、チョコレートもらったところで受け取った瞬間、そのチョコのパキンって割れるぐらいの力強さ。ちょっとこれ、ちょっとダメですね。ダメだ。じゃあちょっとカメラ正解になってこちら、ドン。だからガンダムじゃないですか。あ、いいですね。ガンダムですか。モビルスーツになっちゃうから。ダメです。かっこいいよ。かっこいいですけど、もしかしてロボ系男子が何人。ロボ系男子、ジム系がいい。聞いたことないって感じ。ジム系ってそれ違うジムじゃないですか。違う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 、うまくやるじゃん。うまくやるからじゃないですか。ガチで考えるからなんで。違う違う違う、ちゃんとですよね。どうしよう。安心して帰ってろ。じゃあガチです。ガチ、じゃあガチ、これでドン。こちらです。あー、僕見えない。 LA の OR スーツ。スーツ、あー、いいですね。スーツ、はい、スーツは良さそうですね。スーツ、スーツ好きな。結構ね、いいよね。紳士のジェントルメンに見える。いいですね。カリカリ君さんもじゃちょっとこれ、カリカリ君がこれを超えてこなければもうこれでいきましょうか。ああ、そうですか。じゃやっぱでも女性にモテる。爽やか。爽やか。ああ、そうですね。でしたら、まあ、こちらですかね。見えますかね。スポーツマンすぎるだろ。いや、爽やかだね。クルタ。クルタなんですね。もう芸人じゃないし。ダイさん、プロテクター。プロテクターやつですね。完璧に爽やかなスポーツが。これも出ますよね。いや、でもこれ、仮にね、カリカリ君考えた。ダメですか。仮に、あのカリカリ君が女の子だったとして、デートの約束をして、スーツとこのユニフォームとどっちで来られたらいいんですか。それは、その人の気持ち。いや、カリカリ君だったら。本当にパープル君だってスーツで出てる。全然。いやいや、一般的にもこっち、もう完全にこっち、もうスーツでいきます。やったー。スーツでいきますか。スーツでしょ。ね、ほらね、紳士に見えるから、やっぱりスーツを。ユニフォーム、紳士に見えると思うんですけど。紳士には見えないから。紳士には見えないから。紳士のスポーツ。紳士の意味分かってない。野球紳士のスポーツ。紳士の意味分かってないから。じゃあちょっとなんかこれ書いてないんで、まだ時間ありそうなんだ。アクセサリー的な、男はアクセサリーみたいな。このアクセサリーをあのつけてたら、街角で女子高生に話しかけられるみたいな。なんかチョコもらってくださいって話しかけられるみたいな感じの。じゃあちょっとカメラの方があるのか。でもこちらギターヒーロー3から。ギターとかいいんじゃないですかね。ロックロックですね。そうなんだ。スーツとギターっていう。あんまスーツギターなんだ。3本。いや、もしかしたらそのギャップがいいって思う方もいるかもしれない。なるほどね。なるほどね。ギターはいいんじゃない。ギターを持って街を練り歩く。ギターも。ギター弾ける人持てる。持てるよね。基本的に。なるほどね。ギターね。じゃあいいですか、僕。こちら。もういいね。もう見えてますか、出す前から。この縦、見て。縦。あー、いいですね。赤いの。いや、これあればあれですよ。ね、なんでガードに押し寄せて欲しいのに、なんでこれでガードしなきゃダメだったの。なんか毎回言ってるガチで。ほら、あと5分ぐらいしかないから。だってさ、ガチって言われてもさ、ガチこれで出なかったらいいや。いいね、これ。バスケットボール。だから、なんで最後の最後までそうやって面白い方に行こうとしてる。これ別に、あれだよ。だって、バスケット
現れたら変だよ、本当に。めんどくさいからわかりましたね。わかりました。どうでもいいよ、こんなの。わかりました。バスケットボールですね。はい、結構うまい。そして完全にうまいですね。バスケットボールもあって、バスケットボールもちゃんとあって、ちゃんと頑張って、これだったら24個ぐらいできる。できますね。24個、確実に10倍以上。よし、じゃあちょっとこれで行きますから、来年は。なんで来年1年後の放送はこの姿、この髪型で僕は出てきます。おー、じゃあちょっと見たいかな。行ってみますか。完成形でございます。めっちゃうまくないですか、これも。完璧、これも、ほら。最低だな。ちょっとバスケットボール、バスケットボール関係ないよ、ね、バスケットボールもあるし、モザイクみたいになってる、完全に。証明写真みたいな感じになってる。はい、すごいね。これでいきましょう。ひどいYou're the best.